承知の通り、2つの共通協が大変になったことを思います。我が党の候補者にご支援いただいたことに、心から感謝を申し上げたいと思います。一緒に戦っていただいた同志の皆様には、本当に、お礼を申し上げたいと思います。まだ全ての開票がなされたわけではありませんが、結果は謙虚に受け止めて、会員の分析を急ぎ、今後に備えたいと思っています。大変お世話になります。ありがとうございます。はい、沖縄の島尻候補、大阪の北川候補も、頑張ったと思いますし、二人を支える選対メンバーもよくやってくれました。しかし結果として、届きませんでした。しっかり、会議を分析をして、その結果を謙虚に受け止め、仕切り直して頑張りたいと思います。会議についてこれから分析という話がありましたけれども、今回も特に大阪についてはですね、もともと自民党の議席だということもありまして、最終日に安倍総理も入ってですね、その力を注いできたかと思います。結果的に維新の方を出すという結果になりますけれども、こうした結果になったもう結果は謙虚に受け止めなきゃなりませんが、これを一つのきっかけにして逃げ切る代表としてこれから取り組んでいきたいと思います。大阪はダブル選挙の結果、その流れをですね、食い止めることができなかったと思います。本来自民党は改革政党なんですけれども、姿勢に回ってしまったと、そういう状況を作られてしまったということだと思います。候補者はよく頑張りました。今回の2つの補欠選挙がですね、参議院選挙に与える影響についてはどのように考えますか？ないとは言いませんが、この結果を受けて、参議院のそれぞれの候補者を受けての選挙区の皆さんは、緊張感を持って臨むでしょう。党本人も選挙の結果を基本に、次なる選挙に接続、を果たしていきたいと思います。5月1日から新元号令和がスタートいたします。自民党も令和にふさわしい改革政党として新たな出発をしたいと思います。他にありましたらお願いします。委員長。はい。G 通信の委員長。はい。今回の、ですね、国政の補選に至るまでの、過程ではですね、内閣の中で塚田副大臣と桜田大臣 の、 辞任というのがありました。この副大臣、大臣の辞任というのがですね、今回の日本選に与えた影響をどのようにとられますか？全く影響はなかったとは言えないですが、そのことだけが大変ではないと思っております。今それを挙げたら言い訳になります。よろしいですか？すみません、共同通信斉木です。幹事長にお伺いしますが、沖縄産区の補選では辺野古移設の問題で、野党側の候補と自民党推薦の候補は分かれまして、そのことが大きな争点になったと思うんですけれども、その辺野古移設の問題がこの結果に影響したというふうにお考えでしょうか？まあいろいろなことが原因になっているけれども、それはまあ地域の皆さんがお考えになることですから、我々はその地域の皆さんのお考えを謙虚に受け止めて今後の対応を考えます。西村選手ですけれども、今の説明会議ですけれども、この施設については自民党としてはどのような考えで今後に従来通り、この党の方針でありますし、地域の皆さんにどれか考えられるように、今後とも努力をしていきたいと思っています。はい。幹事長からも先ほど反撃の
という言葉がありましたけれども、参議院選挙に向けての反転攻勢、反転攻勢、どのように党として取り組まれるんですか。どのようにというのは、まず候補者になる人が一人一人地域において懸命の努力をすることが大事ですし、それぞれの地域でやっぱり一つ一つ勝ち抜いていくことが大事だと思います。それを総合的に党本部はしっかりと支えていきたいと思います。本庁、すみません、テレビ朝日の佐藤です、はい、先日の大阪のダブル選挙に続いて今回の補選も厳しい結果となりました。注目の選挙でこうした結果が出ているのは安倍政権の厳しい声が強まっているというふうにお感じでしょうか、それとも別の要因があるとお考えでしょうか。それは選挙ですから、それぞれ多少なりとも影響はあるでしょうが、我々は即政権のこの政権が問われているというふうに思っております。また前にしてみると、はい、参院選がありますけれども、参院選に向けて厳しいとなって衆参同一選とかあり得るとか、まあ、そういう可能性についてはどのように。今のところはそういう同時選挙というようなことは考えておりません。よろしいですか。ありがとうございました。はい、どうもどうもありがとうございます。